彼女のお笑いの給料が十何万稼いでるのに対し 0.0000 のドカピカは逆に彼女に大説教されてふて寝する始末。次回珍棒の拳、やめられぬ海賊生活、ガブってガブって飲むスース。珍棒を握りつぶせばシュシュリしみる。